さあ行こうか、風魔。ここにいたか、風魔。命じておいた信しがりもつつがなくとは。いや、感心。案ずるな。明日からの手応えは格別だ。何せ、あまたに起こる戦火のうちを渡り歩いてもらうのだから。そう、帝によりて招かれし乱世、その幕開けだ。どうだ、フンマ、ケイが打つべき相手は実に強大だろう。まあ挑むのは随分と先の話になるだろうがね。何も案ずる必要はない。ケイはそのまま薄れゆきたまえ。風魔、空など眺めて一体どうした？虚空の先に趣深いものでも見つけたかね？風を頼りに敵でも察していたなら、まあよし。しかし何かに思いを馳せていたならば困りものだな。暴挙、石爆、そのようなものは刑には必要ない。それらは刑を気迫の淵より遠ざけるだけだ。完全の奥を照らしうる不完全へと至るため、私の期待を裏切らないでほしいものだな、風魔。うすうすと感づいてはいたが、刑の内側に救いし、その記憶、実に目障りだな。所詮は人世の夢、忘れ去るに任せるつもりだったが、どうやら、さまつと流すべきではなさそうだ。兵ほどの者がいいダクダクとあの牢屋に従っていた理由、滅びゆく小田原にて兵と牢屋が体験せし日は、兵を一点の曇りなき不足とするため、そのあたりを探るとしようか。極めて手数なことだが、調べさせてもらったが、驚いたよ、風魔。ケイが自発的に手を差し伸べる、そんな過去を経ていようとは。座して死を待つ牢屋をケイは密かに連れ出した。そして知られざる地に見事かくまってみせたのだ。単なる気まぐれではなさそうだな。刑の希釈を果たすのは存外に骨が折れそうだ。しかし風魔、少し刑そのものに興味が湧いてきたな。刑は一体
体何者なのか、どこからこの世に訪れたのか。幸いにして少々趣深い書物に巡り合えたよ、フーマ。ケイも気になるだろう。北条五代記、一門の史歴を綴ったものらしいが、この中にケイによく似た名を見出したのだ。初代伊勢盛時の自分、ラッパなるもの多くあり、時を経た後扶持されし、それらが頭名を風間と記す。さて風魔よ、そはあやかしか、物の化身か、あるいは時を経た風間か。答えはなしか。まあ茶菓子代わりの戯れだ。聞き流してくれたまえ。見事だ風魔よ、技量としては火の打ちどころもない。それだけにその心がけが惜しまれるな。いかに薄めてみせようとも、その心はあり続けている。最後のひとかけら、執着が私ではどうにも消せないようだ。それはまるで、そう、先祖代々を思うあの牢屋にもよく似た。ざれ言だ、気にしないでくれたまえ。しかしこうなってしまえば、壇上かもまた遠き夢か。その情緒を責める気はない。もはや刑を不足へと導く理由もないのでね。それよりも今気にかかるのは刑自身。刑のその身に隠された真実という名の宝だ。初代盛時とほぼ時を同じくして台頭せし風間、その末裔であるはずの刑が一体何者なのか。真相は今宵の月だけが知りうるのかもしれないな。そうは思わないか、風魔。風魔よ、ケイには一つ詫びねばならないな。単なる道具の一つに過ぎないと思っていたが、それは誤りだったようだ。ケイは正しく唯一無二の宝。そうだろう。
兵ほどの影が没落せし名家に従っていた理由、その回こそが兵の名前だ。そうだな、試みに問うとしようか。風魔小太郎、兵の誠の名は。雲の合間に見えし、早すぎた夢か。